不眠の少女が夢の中で戦う話はこちら、宮沢より先生の添い寝ドリーマーです。不眠に悩んでいる主人公さや、保健室で出会った金春羊の横だと眠れることに気づきます。そして夢の中では彼女と恋人で一緒に怪物と戦っていくのです。睡眠が侵食してくるような物語、女の子たちの秘密の共有や好きが描かれていく中で思いがけない怖さが前に出てくる作品です。バトルとホラーのユリ作品、ぜひお見くださいませ。